キッキーキッズ、歌詞間違いが事件になった曲3選、リロードの闇。2005年6月15日発売、21枚目のシングル。通称打ちひしがれ事件。2005年6月10日のミュージックステーション出演の際、堂本光一が A メロで歌詞を間違えてしまい、歌詞の中に出てくる打ちひしがれるを2回言ってしまったことから名付けられた。またそのミスにつられて B メロを歌う堂本剛も笑ってしまい、歌詞を間違えたことから15年以上経った今でもファンの中では鮮明な事件として記憶に残っている。もう君以外愛せない。2000年6月21日発売、10枚目のシングル。通称歌い直し事件。事件は2008年のコンサートツアー、緊急コンサート名古屋公演で起こる。アンコールラストの曲、堂本光一が歌い出しの際にピアノイントから入るところを歌い出し一歩手前で歌い始めてしまったため一時中断。その後歌い直しは図るが、笑ってしまう空気が出来上がってしまったためうまくいかず、その影響は翌日にまで及び、2日連続でやり直すという異例の事態が発生した。道は手ずから夢の花、2016年11月2日発売、37枚目のシングル。事件が起こったのは2016年末 FNS 歌謡祭第2夜のこと。この年大トリを飾ったのは堂本ブラザーズバンド、 KinKiKids 20周年記念メドレーが披露された。 CM 明けは新曲「道は手ずから夢の花」のユニゾンアカペラから始まったのだが、テレビバージョンの短い尺に歌詞が変更になっており、本来のサビ「手を打ち足踏み踊り出せ」から歌う予定となっていた。ところが堂本光一は従来の歌い出しである「誓えば遠のく夢の花」の歌詞のままとっさに歌ってしまっただけでなく、誓えばとで気づいて軌道修正したため、誓えばと足踏み踊り出せという誰やねんな歌詞が完成してしまった。通称、足踏み事件。